AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナの戦況地図が変わった。ロシアは16の地域から撤退せよ。ウクライナ軍は多くの地域でロシアの侵略に対応した。ウクライナ国防軍は16のコミュニティの近くでロシアの攻撃に耐え、ロシア軍の15の集団を攻撃し、防空システムと電子戦システムの位置を攻撃した。1月16日6時頃、敵は爆撃戦とアブディカ戦線で攻撃作戦を実行しているが、過去24時間でかなりの人員が失われているロシア軍は2回のミサイル攻撃を開始し、複数の陸上ロケットシステムを使用して民間施設に対して55回以上の攻撃を開始した。ペルペトロスとカーソンの近くのサファリシアの州では、前日ウクライナ国防軍の部隊がルハンのコブラストとマーロカミンスキーのベラルーカ入植地近くのロシアの攻撃を撃退しました。ラス上のコブラ、その日ウクライナの航空機はロシア軍のマンパワークラスターに対して区間の攻撃を実行し、防空システムの位置に対して2回の攻撃を実行して、世界中の実際の車輪すべてに迅速かつ確実に到達しました。ロシアの敗北狙えば核戦争も。メドベージェフ前大統領、ロシア前大統領のメドベージェフ安全保障会議副議長は19日、通常戦力によって核保有国を敗北させれば核戦争を引き起こす可能性があると述べ、戦車などの強力な兵器の対ウクライナ供与を検討している欧米側を強く牽制した。メドベージェフ氏は通信アプリの投稿で、20日にドイツのラムシュタイン米空軍基地でウクライナ防衛を協議する関係国会合が開かれる予定に言及。その上で、核保有国が自国の運命を決めるほど大きな軍事紛争で敗北することはないとし、ウクライナへの軍事支援が強化されれば核兵器使用のリスクが高まるとの見方を示した。ロシア軍、近く大規模攻勢か。参謀総長を統括司令官に任命。ウクライナに侵攻したロシア軍が近く大規模攻勢に出るとの見方が強まっている。今月11日にショイグ国防相が軍政副組トップのワレリー・ゲラシモフ参謀総長を現地の統括司令官に任命する異例の人事を断行。ロシアの専門家の間では、欧米がウクライナへの供与を決めた戦車などの重火器が前線に届く前に戦況を好転させる意図があると指摘している。ゲラシモフ氏は2012年11月、中央軍管区司令官から参謀総長に就任。非正規軍やサイバー攻撃を駆使した宣戦布告なしの戦闘で敵を圧倒するハイブリッド戦争のロシアでの発案者とされ、その理論はゲラシモフ・ドクトリンとも呼ばれた。英国防省、ウクライナ軍が激戦地ソレダルから撤退と分析。英国防省は18日、ウクライナ軍が東部ドネツク州北部ソレダルから16日までに撤退した公算が大きいとの分析を示した。ロシア国防省が13日にソレダル制圧を発表し、ウクライナ側は戦闘継続を主張している。英国防省によると、ロシアのソレダル侵攻は同州北部の交通の要衝バフムトを拠点とするウクライナ軍を包囲するための支援作戦の一環で、侵攻部隊は主にロシアの民間軍事会社ワグネルで構成されている。ロシアはバフムト攻略を目指して攻勢を強めており、今年1月以降バフムトの南部と東部を激しく砲撃。ウクライナ軍の補給路が圧迫されている。ウクライナ軍はソレダルより西に新たな防衛線を構築した模様という。ソレダル制圧は昨年夏以降多くの地域で劣勢に立たされていたロシアにとって久しぶりの戦果となる。ただし、全体の戦況への影響は限定的とみられる。米国のシンクタンク戦争研究所は12日段階の戦況分析で、ソレダル制圧がバフムトの包囲に直結しないとの見方を示している。プーチン大統領、重大発表迫る。4ヶ月ぶりに動員令発表か。ロシアのプーチン大統領が4ヶ月ぶりにウクライナ戦争に向けた2回目の動員令を近く発表するだろうという観測が提起された。スカイニュースと CNBC などが18日に伝えたところによると、プーチン大統領はこの日、サンクトペテルブルクで開かれる1943年1月18日のナチスドイツ軍のレニングラード現サンクトペテルブルク包囲網突破を称える行事に参加し、ウクライナ戦争に関連した重大発表をする可能性がある。
プーチン大統領はこの日午前、第二次世界大戦当時にナチスドイツ軍に包囲され犠牲になった人々が埋葬されたサンクトペテルブルクのピスカリョフスコエ記念墓地で献花した後、レニングラード包囲線国防博物館を訪ね参戦有志らと対話した。その後午後まで関連行事が予定されており、夕方に演説するとみられるとスカイニュースが伝えた。米戦争研究所 ISW は、戦争を支持するロシア国内の軍事専門家らはプーチン大統領が数日中に動員令などウクライナ戦争に関連した内容を発表する可能性が高いとみられる。特にプーチン大統領は国民に重要な演説をする際に象徴的な日を使うため18日の記念行事で重大発表をする可能性があると伝えた。これに先立ち昨年9月21日にプーチン大統領は国民向けテレビ演説を通じ予備軍30万人を招集する部分的動員令を出した。そのうち一部は戦場に投入され、一部は後方訓練所で訓練を受けている。当時自国民からも激しい反発を買い、プーチン大統領は追加招集はないだろうと繰り返し明らかにしていた。しかし東部戦線で膠着状態が長引き、兵力不足に苦しめられると結局動員令カードを考慮する様相だ。米国防総省は開戦後ロシア軍が10万人以上死亡または負傷したと把握している。ただし実際に追加動員令が発令され兵力が補充されるとしても、ロシア軍の戦争遂行能力が向上するかは未知数だ。動員令で招集された兵士らはまともに訓練も受けられずに最前線に配置され、事実上人間の盾の役割をし多くの兵士の士気が低下した。これに先立ち17日にはロシア国防省が現在115万人である兵力規模を150万人に増やす計画に対し具体的に議論したと発表した。ロシアのショイグ国防相は、軍の核心要素を強化してこそ国家安保を保障し、ロシアの新たな主体と核心施設を防衛できる。兵力規模拡大は軍の全ての部署でなされるだろう、と強調した。兵力拡大は今年から2026年まで推進されるが、この期間に軍の構造と行政分野などで大々的な変化を試みる計画だ。新兵募集方式に対しては明らかにしなかったが、徴集年齢を引き上げ、徴兵対象者数を増やすかもしれないとブルームバーグが伝えた。ロシア国防省は先月現在18から27歳である徴集年齢帯を21から30歳に高めると明らかにしたが、新しい制度が定着するまで時間がかかるため、当分は18から30歳が徴兵対象になるものとみられる。プーチン大統領侵攻を改めて正当化。平和的解決は不可能だった。ウクライナ東部紛争をめぐり、ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ侵攻の理由とする東部での紛争をめぐり、平和的な解決を試みたが不可能だったとして、侵攻を改めて正当化しました。ロシア、プーチン大統領、我々は合意に達しようと長い間我慢してきたが、今となっては、翻弄され、騙されていたことが分かった。プーチン大統領は18日、第二次世界大戦の激戦地となったサンクトペテルブルクを訪問。退役軍人らとの会合で、ウクライナ東部で2014年から続いた紛争について、平和的な解決を試みたが不可能だったとして、侵攻を改めて正当化しました。プーチン氏はその後、防空ミサイルを生産する軍需企業を視察。ロシア軍の兵器不足が指摘される中、ロシアで生産される防空ミサイルの数は全世界の生産量に匹敵すると主張し、最終的なロシアの勝利に疑いはないと強調しました。一方、ラブロフ外相は18日、年頭の記者会見を行い、日本について再び軍事化の道を進んでいると批判しました。ラブロフ氏は、北朝鮮への対応としているが、ロシアと中国も念頭に置いているのは明らかだと主張しています。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。